から否定してあげないでほしい。間違いないっす。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの矢田です。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今日の質問です。親が模試の結果で一喜一憂してて、いつもネガティブなことを言ってきます。その度に自分のレベルに見合った大学に行くべきだと言われます。やはり今の段階で偏差値が15も上の大学を目指すのは無謀なのでしょうか、という質問ですね。この動画を親に見せて。はい、結論から言って別に無謀ではないですよ全然。まあその受験勉強する上で、その今の自分に見合った大学に入るんだったら別に勉強1年間しなくていいわけですから。じゃなくて自分がそう届くか届かないかわからないけど、そこにその高みを目指して勉強したいから、もしで判定が悪くても偏差値が今15下でも頑張りたいと思ってるんだったら、まあその意思は絶対強く持っとくべきです。絶対合格するなんていうふうな今断言はできないですけど、そこで折れてしまっては、まあその目標は叶わないと思うので、まあそういうふうに周りから言われたとしても、自分は受かるんだという気持ちは絶対強く持っておいてください。で、まあこういう問題は結構あると思うんですけど、まあやっぱり親がその模試の判定を見るっていうのも、まあ一部わかるかなっていうのはあって、そのっていうのは、まあ普段学校に行ってるとか塾で行ってるっていう、その勉強の内容までその保護者の方が、そうね、把握してるっていうのはないので、まあそのある程度期間が空いてる中での、まあ、学校のテストであったりとか模試の結果を見て悪いんだったら、それは今までの勉強順調にいってないんじゃないのっていうふうに思うのも、まあ親心としては多分あると思うんですよ。だからまあそこに対してそのあんまり反発とかはせずに、今はその形式が違うからとか、まだ勉強を始めて軌道にまだ乗れきれてないところだから結果が出てないというだけで、これから自分がどんどん成長していくっていうところをもう態度で示すしかないかなっていうふうに思うんですよ。最初もし受験に対して、まあ、質問してくれてるように反対とか、まあ、そのちょっとネガティブな態度を取って来られるような人であったとしても、自分の子供が本当にその受験というものを重く捉えて毎日しっかり勉強してるっていうのがちゃんと見えてるのであれば、まあ、今はそうかもしれないけど、今後その保護者の方も受験に対する考え方変わってくるかと思いますし、まあ、逆に言うとまだそう思われてるということは、勉強してる中でその油断の姿勢が多分出てるのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、その自分は勉強してるつもりでも親のいる前でスマホ座ってるとかテレビ見てるとかっていうのが目に入ってるから、だからそういう、まあ、定期的な結果とか返ってくるときに、まあ、言われてしまうのかなっていうふうに。それはあるよな。思うんですね。だからもう自分の信念として強く絶対に合格する、周りに何を言われようが自分は合格する人間なんだと思うことがまず一点大事なのと、あともう一つはその、まあ、周りに有無を言わせぬような存在感というかオーラを出して勉強するようにしてくれたらいいかなというふうに思います。いやもうねもうあるやん、その保護者の方と面談してても、はい、その子供は今から自分の可能性を信じて、そのこの高みを目指すと、これまではそのこれまでの自分を捨てて新しい自分になるから信じてほしいと言って、もう周りからなんやらかんや言われても、ここを目指すと決めて、それは苦闘が待ってると分かった上で足を踏み出してるのにもかかわらず、いやそんなあんたやめときやと、そんな行けるとこ行っときやって、いやでもね、そのお母さん、もうお母さんに伝えたい、その子を今まで育てたのはお母さんなんですよ。ちゃんとこうチャレンジする、今自分が今までやってきたことをやってこなかった、勉強やってこなかったことを反省して、でもこれじゃいけないと思って、よし一歩踏み出そうと思って踏み出した、そんな素晴らしい子を作ったのはお母さん、お父さん、あなた方なんですよ。だから否定してあげないでほしい。間違いないです。夏からでももうペロッと逆転合格した子を今までいっぱい見てきました。でその保護者様方はやっぱり、いや難しいと思うんですけど頑張るって言ったから、もうこの子たちを応援してあげたいんですって、やっぱりね、その学校の先生とか友達とかいろんな敵がいるわけですよ、受験勉強ね、上を目指そうと思うと、それでもやっぱり寄り添ってあげてた。なんで、それ伝えました。はい。はい、なんでそれご協力ね、いただけたらと思います。はい、はい、それではこの動画はここにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。
無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。